最初指定がありますが、囲碁は最初だけその感じで言っていただきたいんですが、囲碁はもうそれにのっとった形でお任せします。わかりました。はい、ずっとそればっかりやっててくださいというわけではないです。あ、これはこれで気持ちがいいんですが。あ、そうですか。あ、じゃあお任せします。そこは、はい、確認、あのコードの確認で、うん、多分16のね、16小節目の3拍目にね、はい、この A にベースラインが A に行ってると思うんだよね。そうな、あ、そっか、16もか、 E マイナーオーバー A かな。はいはいはい、だから、うん、そうですね、繰り返しじゃなくて、あの F シャープマイナーじゃなくて、はい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 、うん、はい、ですですです、すいません、はい、よろしければ一度出してみますかね。はい、はい、はい、ではクリック2小節で踏み頭です。はい、お願いします。
気そんな感じです。はい。後半にやった方でいいですよね。うん。でいいです。はい。で、はい、インターに、はい、こちらは落ちます。はい。落ちますが、むしろリズムを刻むのがピアノしかいないので、はい、ピアノはここはむしろ刻んでいただきたい。ベースは？ベースは白玉の方がいいですよ。うん。二分音と白玉。うん。どこまで？とりあえず121杯までかな、はい、でそこからは動きが入ってきても大丈夫です。ただまだそこはドラムが入ってないので動きっつってもなんかこうフレーズになっていく感じ。ははは、うん、中身のとはまだ違う、なんかうん、おかずが入っていくというか、うん、なるほどね、OK、うん、で128はさ、1拍目と3拍目だけ合わせればいいのかな。チャチャチョチャチャチョ。うん。ここはもともとなんでこんな決めになってるかっていうと、なんかこう、波形をこう張ったような感じの繰り返し。サンプラーで切った。そう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 。DJ セットみたいな。うん、みたいなやつを最初やってたんですよ。なので、そういう意味では。普通になんかこう繰り返し同じパターンを演奏してもらうとかの方が原曲っぽいんだけど、あえてそうする必要があるのかとは思います。128とかはなんか128と129の何四分音符2個目ぐらいまでは美味しいと思うけど、うん、その後のダン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 ってやつは多分やるとあんまり波形切った感じでは出なそうで、ですよね。しちゃおうかなと思ってた。うんうん、その方がいいと思います。うん、うん、せっかく生なので。はいはいはい。インターン2って、うん、今ちょっとハイハット踏んだりはしてるんですけど。はい。ああ、踏むぐらいはあってもいいかもしれない。今踏んでるだけでしたっけ？踏んでてちょっとね、ライドとかシャリ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 。はい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 。あ、それは欲しいです。あ、了解です。はい。今。リズムループ入ってるんですけど、はい、なんかもし取った結果必要なさそうだったら消そうかなと思ってるぐらいなので、何かしらは言ってくれると嬉しいです。あ、了解です。はい。で、ちょっとすいません、このタイミングで何なんですけど、ちょっとこの曲が最後だということを忘れていて、ちょっとカメラをマリリンさんのところに移動させていいですか。
Thank you.
一箇所盛大にやらかしたんですけど、はいはいはい、なんか 2B みんなちょっとあれでしたよね。はい、あれでした、あれでしたね。 2B なんかだからまだ迷いがあるよね。うんうん、どうしたらいいんかな。そうだよ、あ、そうだ、マリンさん、はい、ごめんなさい、ちょっとお願いなんですけど、インター1ソロっぽく弾いてもらえますか。はい、ここを刻んでもらってたんですけど、はい、ソロにします。刻みとか、気にしなくていい。気にしなくていいです。わかりました。Thank you.
はい、僕の方で気になったのはとりあえず 2B 2回目だけ2回目だけ1回目は気にならなかったと、あとはまあインター1のソロは何回か撮りたいなっていうのと、はいはい、あとはインター2か、ここがちょっとまだベース迷いが、あれ落ちるの忘れてたんだけど、はいはいはい、ねえ、ここね、あんま高い方行かなくていいのかな、うん、かもしれない。で、ここね、あわよくばギターソロ入れようかなと思ってるんですよ。なるほど、じゃあ、うん、行かない方がいいんだ。うん、ですね。じゃあ、あの抑えめで、はい。で、今ね、途中から岡地さんが4つ打ちやってくれたじゃないですか、はい、インタツ。ああ、インタツ、はい、うん、あれ、かっこよかったんで、活かしでいきましょう。っていう感じですかね、こっちの感想としては。なるほどなるほど。その四つ打ちになるのは121だったと思います。はいはい、あ、やってたかな。聞いてみます。ちょっと聞いていいですか。はい。ちょっとインター2から聞いてます。128のブブなんだけど、もうちょい長くてもいいかも。四分音符1個分ぐらいはだーだーぐらいでっていう感じですかね。これまあ割と良かったような気もしていた。すごく良かったです。ですけどどうしようかな。一回聞いたりとかしてもいいですよ。はい、よかったらリズムを決めちゃってもいいかもしれない。うん。バーとベーですよ。ね、ピアノソロかっこよかった。いや難しいと思うよ。難しいと思うけど、やっぱりあると上がるね。すごいよ。めちゃめちゃやばい。なんだこれ。なんだこれ。なんだこれ。なんかさ、やっぱりいい肉食うともう安い肉食えなくなるのと一緒でさ。こういうのを体験しちゃうと、もうね、毎回取らなきゃって思わなきゃいけなくなっていくって。お待ちしてます。お待ちしてます。お待ちしてます。もうこの番で固定で、ぜひぜひよろしくお願いします。
ような、うん、いいと思います。最後の方がちょっと、とかがちょっとなんか、あの、エモすぎるのかなと思ったけど。欲しいんじゃないですか。欲しがりますね。エモーションが欲しいです。エモーションが、エモーションならよければこれでいいような気がして。なんかアンコールっぽくていいんじゃない。本当に確かに最後大団円的なね。もうこういう感じ。そうそう。確かに。よろしければじゃあ僕はこれで決めちゃおうかな。はい、ありがとうございます。はい。グルーヴ感としてもバッチリだった。あ、本当ですか。うん、そしたらまあちょっとソロとか、ソロ、あとは、まあソロがちょっとできる。もちろん。はい。じゃあ俺がだからこの 2D と、うん、あとさっき言われたその128の、うん。その 2B はね、今ちょっとごちゃっと、ああ、ごちゃっと、じゃあそこはもう取り直すので、じゃあその2箇所取ろうか、うん、2B とインターツ。はい。はい。まあ、お願いします。全部見る。まあ入れ替わり立ち替わりだと思いますけど、はい、インターから取っていいですか？インター2。はい。113。インター2一杯で。カラソー129ですね。うん、じゃあ一杯ですね。はい。じゃあインター2の4つ前から出ます。一回プレイバック聞かせてほしいんですけど、はい、121からちょっとどんな風に弾いてたか自分で聞きたいです。121から聞きます。Thank you.
それぐらいの方が。じゃあ128、129を2小節取ります。はい、121から出ます。はい、
ますよ。なんか、はい、インター1にしてはやりすぎなことはないです。むしろインター2が落ちちゃうので、ここはこれぐらいでもいいんじゃないですかね。あ、したら、はい、あ、どうしよう。どうした、すいません、なんか戻らしちゃったのに。いやいや、私も全然なんか決められなくて。ええ。あの、そしたら一個いいですか。はいよ、大丈夫です。アウトロだけ、ちょっとなんか私切りすぎなのが個人的に気になって。はい。一回弾いてみていいですか。わかりました。アウトロだけ。はい。アウトロのでは4つ前から出ます。スタジオ帰ってから選ばせていただきます。はい、じゃあこれで